よし、やろう、やろう。ネットでポチりたいです。今日はこちらですね。アディダスのスニーカーを紹介っていうか開封しようと思うんですけど、あれ、こないだスニーカーなんかお気に入りのスニーカーをポチった気がするけど、世の中大抵のことは気のせいなので、あれも気のせいだったっていうことで、まあそれは一回忘れてこれを開封したいと思います。で、これの前にね、今これ届きまして、早くこれも開けたいから開封させてください。山梨県の確か古着屋さんのオンラインショップでポチったんですけど、あんまよくわからないんですけど、なんかオーナーさんと趣味が近いような気がして、まあつらつらオンラインショップ見てたら気になるのがあってね。こっちはメインじゃないんで、まあサクッと開封させていただきますが、はい、ビローンっていうことでベルトですね。おーん、お、いいんじゃない？ノーブランドです。ノーブランドで、年代もよくわからないベルト、レザーのベルト。こないだ、ライブで、哀れがしのアーカイブセールの開封した時に、ベルトのサイズ思いっきりミスってね、そのリベンジじゃないけど、激安でゲットしてやりましたよ。これがオンラインショップで4000円いくら ?4000 ちょっとで出てたやつが、セールで半額になってて、2000円ですよ。これはサイズ、これは大丈夫なはず。Y プロジェクトの変なデニム入ってちゃった。履いてちゃったから、あ、大丈夫だ。はい、大丈夫。はい、大丈夫。はい、スタッツ。やったー、こないだのリベンジ成功ということで、楽しくなってきたので、こちらを開封しましょう。サムネご覧になった方はもうお気づきでしょうけど、アディダスとウェールズボナーコラボの2024年版つんですかね。そちらの、まあいろいろ出ておりましたが、スニーカーをポチりました。見てる方もなんか買った人いますかね。ビョーンと、この中にも、はい、何重にもなってますが、はい、かわいい、はい、ピローン、はい、例によって袋、おおおおお、ほう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 、なるほどね。やっぱ写真と実物では印象が違うわ。結構実物の方がいいパターン。アディダスウェールズボナーコラボのサンバ、日本国内での発売価格が38,500円。ウェールズボナーコラボのサンバといえば、前のシーズンは私こちらをポチらせていただいて、でこれもサンバなんだね。これもサンバで、これもサンバで、サンバにもいろいろあるなっちゅう話なんですけれども、アッパーはレザーなんだけど、このね、大胆なツートンデザインになってて、前の方は上質な柔らかいね、これナッパレザーで、つま先の方のこのステッチのデザインは何ですか、私スポーツ全然知らないけど、ウェールズボナーといえばサッカーということで、サッカーシューズとかのモチーフなんですか、ちょっと私わからないんですが。でね、この後ろの方、急に後ろの方はがっしりした革、革の硬さがちょっと変わって、これがね、なんだろう、象革みたいなって言っていいのかな、象さんみたいな、こう、ひだ、ひだというか、シワというか入ってて、でも俺、象革はよくわからないけど、まあ、硬いとは言え、そんなにカチカチではないです。で、このツートンが、全体的にこのソールの部分も含めパズルみたいに組み合わされていて、で、これ履き口のところはこれ素材なんだ、サテンかな、ちょっとキラッとしたサテン素材で、まあ、グリーンっていうこの辺の配色がもうウェルズボナーらしさ満載っていう感じなんだけど、私ね、ちょっとあえて言っておきたいのは、写真見た時からね、なんかチラッと見えてて、これレザーの切り口のところブルーになってるのね。ただのツートンじゃないぞっていう、今回もまあ結構ね、手を抜いていないコラボのシューズになっているんですけども、最初にね、これをリーク画像で見た時に、こいつは斬新だと、人気出るのは間違いない、争奪戦になるなんて思ったんだけど、実際に発売日になってみたら、これはそれほどじゃなくて、一番人気ですぐなくなったのがサンバじゃなかったのね。 SL76 だっけ、でそれのイエローの方があっという間になくなった気がする。なんでですかね。前それこそこれのシーズンの時に、これは結構人気だったけど、一緒に出た SL72 の方が
それほどね、それほど売れてなくて、今回はサンバよりもこっちの SL76 っていう方が売れてた。値段もあるのかな、これよりも多分1万円ぐらい安かったと思うんだけど、それだけじゃないと思うんだな。黄色と黒の組み合わせはもう大好物で、これリース・クーパーのスウェットをポチった時もこの配色いいよねなんて言ったから。あと黄色と黒といえば、こないだね、オーディオテクニカのサウンドバーガー、これもね買ったばっかりで、ほんと黄色と黒大好きだし、こっち行ってもよかったはずなんだけど、俺さ、黄色のスニーカーといえばこれアシックスなんだけど、アシックスのこいつ持っているので、まあ黄色マッキッキーを2足はいらないかなと思って、今回はこっちに行ってみたのね。でも改めてこの SL76 っていうのを見てみると、黄色は黄色でも全然こっちのレモンイエローとは違う、ちょっとくすんだ黄色だね。このくすんだ黄色もなんかヴィンテージっぽくていいし、黒のボリューム、この黒のボリュームが多いのと、スウェードのこの毛羽立ちにより、本当に全体的にレトロな感じがするじゃない。今思えばこっちも良かったかななんて思いつつ、実物見たらこれも十分良かった。ちなみについでに言っとくと、今回実はね、スニーカーよりも気になってたやつがあって、ウェルズボナーコラボのねバッグ、今回本格的にレザーのバッグがちっちゃいのとでっかいのと2つ出てて、それのでかい方、まあ写真で見た時にサイズがどこまででかいか分かんなかったけど、着用してるモデルさんの写真見たらば結構でかくて、かつオールレザーでさ、可愛くない？それこそなんかレトロな感じがして、で値段をね見たら、まあ日本のサイトだと9万2400円、9万超えかと思って、オールレザーで9万超えは仕方ないんだろうけど、アディダスコラボでそれはなと思って二の足を踏みつつ、海外のサイトを見てみたら、これなんかびっくりっていうか、こっからはアディダスの闇に触れてしまうかもしれないんですけど、海外のサイトで最初見た時に300ドルとかで出てたの。だからいくら円安とはいえ、関税入れても、まあ、5万円くらいで買える計算じゃないですか。5万円ちょっとすんのか、レザーだから。にしたって9万円とは全然雲泥の差なんですよ。おかしいと思って、まあ、日本の9万円がおかしいのか、海外のその値段がおかしいのかわかんないけど、ね、海外のサイトでそのバッグを扱ってるところをブックマークしたり、あと抽選の受付してるところをもう抽選応募したりとかしてさ、これ何個かこのバッグ抽選で当たっちゃうんじゃねえなと思って、ドキドキしながら発売日待ってたら、発売の直前になって、そのバッグのページだけなくなったりとかさ、あと抽選の時間になったのに抽選始まらなくて、なんか抽選が遅れていますみたいな表示になって、気がついたらまあ、あの抽選外れてたんだけど、まあ他のお店ではね、急に値段が日本の値段と同じようになってページ復活したりとかして、最初のあの300ドルとか何だったのと思って、今買おうと思えば9万いくらで日本でまだ買えるんだけど、あれを300ドルとかで手に入れて、へえ安く手に入れたぜっていう動画を作りたかったなって思うんですが、何だったんだと思います。まあいいや、そんなことより今日はこっちだ、これです。これをその代わりと言っちゃなんですが、まあ余裕でゲットさせていただきました。つか履いてみないと。スニーカーってなんで次から次へとかっこいいやつ出るんですかね。もういい加減にしてもらわないと、俺だけじゃないと思うな、スニーカー買いすぎて困ってる人。まあ、困ってはいないか。いいやつを、かっこいいやつどんどん出してもらった方がいいか。はい、いつもと同じサイズ、アディダスいつもと同じ 27.5 にして、いつもと同じくいい感じ。はい、というわけで履いてみました。アディダスとウェルズボナーコラボのサンバ。カラーがワンダーホワイトって言うそうです。ちょっとね、くすんだレトロな感じで。で、サイズはいつもの通り 27.5 センチで、最初ね、若干緩いかと思ったんですけど、靴ひもギュッと締めたらちょうどでしたね。で、クッション性とかは特にないんですが、履き心地がかなり快適でして、なんでかなと思えば、このまずね、ノーズ部分が柔らかなナッパレザーで、こう優しく包んでくれてるでしょ。で、かかとの方はそれに対してしっかりとしたレザーでガードをしてくれてて、このね、ツートンデザイン、単に木をてらったんではなくって、履き心地を追求したゆえのツートンデザインっていうか、このレザーの切り替えだったんだなと履いてみて気づきましたね。
そしてデザイン的にも機能的にもかなり効いてるのがこのノーズ部分のステッチ。これがね、レトロなワンダーホワイトカラーと相まってヴィンテージムードがね、もうムンムンのムンムンなんですね。というわけで続いてはそんなヴィンテージムードをより強調する、こちらのニットを使ったスポーティーなコーデをやってみました。このニットはノアとアディダスのコラボで、背中のね刺繍が可愛いですよね。でパンツがね、これロビン・リンチって言ってスポーツミックスが得意なイギリスのデザイナーさんのなんですけれども、この可愛いスニーカーが丸見えになりまして、そうですね、せっかくなんでレザーの柔らかさの対比、この前と後ろのこの対比よく見ていただきつつ、いつも言ってる気がするけど、しーちゃん隊員とほぼ同じカラーウェイな気がして、多分ね、そうだ、今回黄色いスニーカー行かないでこっち選んだのはその辺に、そのあたりに理由がありそうな気がしますとか言いつつ、もうワンコーデもレトロな感じでやってみましょう。これ80年代のデサントアディダスね、不適切にも程があるってドラマあったでしょ、あれで体育教師の阿部サダヲさんが、まあ着ていた、同じやつを着ていてびっくりしましたけど、で、パンツがね、ハイクの M51 なんですが、裾の紐をこうほどいて、引きずるようにして、まあ履いてみても、ちょろっとね、このノーズが見えて、ここが可愛いんですよね。っていうか、すいません、ちょっとだけ話横道にそれますが、今回私気づいたことがありまして、犬の可愛い部分っていろいろありますけど、個人的には犬のね、お尻とノーズが好きなんですよ。で、スニーカーの好きな部分もお尻とノーズなんですよ。つまり私にとってスニーカーはほぼ犬と同じなんですね。で、犬はたくさん買うのが難しくてっていうか、飼ってる方はいるんでその方は尊敬するんですけど、私は犬をたくさん買うのが難しくて、だから犬の代わりにスニーカーをたくさん買っているんだなぁと、そんな気がするなぁっていうことに気づいて、だってさ、ほら見て、犬とスニーカーってほぼ同じじゃないですか。皆さんはお気づきでした？ということで、この間なんかニューバランスのお気に入りポチった気がしたけど、またお気に入りが増えました。気のせいかもしれないし、大抵のことは気のせいだと、世の中のこと大抵のことは気のせいだということで、アディダスウェルズボナーコラボのサンバでした。で、気のせいっていうかお気に入りな気がして、ずっと前から欲しかった気がしてるやつが、まあ、スニーカーね、ナイキとボーディのアストログラバーっていうのがあった気がするんですけど、おそらく今これ公開された時点で日本のポップアップのお店がもう東京でやってて、手にされている方もいるでしょう。もうゲットしたっていう方もいるでしょう。私はポップアップ3日間抽選応募したけど全滅で、ずっと何ヶ月間も欲しくても全然俺に対して売ってくれる気がしないっていうことで、なんか欲しかったこと自体が気のせいで、本当は欲しくなかったのかなと、そう思うことで自分を傷つけないようにしようという思考回路の方にだんだんなってきていて、まあ一応ね、明日かな、27日月曜日、スニーカーズで抽選は参加しますよ。参加しますけど、当たったら嬉しいさ、嬉しくて大喜びで動画を作りますが、外れたら、まあ多分この時、俺はその時こう思うと思う。欲しかったのは気のせいで、そんなに実は欲しくなかったかもしれないってね。そしてその代わりといってはなんだけど、黒のさ、レトロなスニーカーなんてすでに俺は超かっこいいやつを手にしてたんだと、そういう風に自分に思い聞かせようとしてですね、事前に保険をかけていたんですね。アディダスのレトロなスニーカー、かっこよくない？どうですか皆さん、リアルヴィンテージスニーカーですよ。近々ちゃんと紹介したいとは思っておりますが、ね、アストログラバーがなんぼのもんじゃいと、こっちの方がかっこよくないと。でもまあアストログラバーが当たったら、まあね、今の発言は撤回しますけど。 Hit it! Oh, I do.